今回私木村愛子が紹介する作品はこちら、ディスカグランペールのドゥ。グランペール関西を中心に活動されています。ギターとバイオリンによるインストゥルメンタルアコースティックデュオということで2007年にデビューをされていますね。このジュスカ・グランペールという言葉はですね、フランス語で共におじいさんになるまでという意味があります。共におじいさんになるまで続けていきたいという気持ちが込められているそうです。ジプシージャズやラテン、タンゴ、クラシックなど幅広い要素を吸収したジュスカサウンド。こちらは情熱的で美しいメロディーとしてジャンルを超えて誰でも受け入れられやすい音となっています。彼らのコンサートはですね、通常のホール公演に限らず神社仏閣や美術館、そして庭園、重要文化財などの建築物でも公演されているということです。自然や歴史や、そして文化を伝える活動などにも、意欲的に取り組んでいるそうです。メンバーが2人っていうことにまずびっくりしました。すごくね、音に深みと厚みがあるので聞いていてスーッと気持ちを委ねられるというか安心感すごく感じるアルバムですね。なんか神社仏閣なんかでもコンサートされてるということなので、夜綺麗にライトアップされたその、ね、自然の建築物の中でこの音楽聴いてみたいなと思います。ライブ行ってみたいです。インストゥルメンタルアコースティックデュオの2人から繰り出される情熱的で快適でそして美しいメロディーにあなたも酔いしれてみませんか？